こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。イルカの時間です。まあね、思うんだけどさ、人っていうのはさ、これ一人で生きていけないわけだよ。そうだね。な、こう大勢が集まって生きるんだけど、要するに、一人でもって完璧ではないと、ね、だから一人の人間、こういう人間が完璧な人間だよというふうな、こうモデルというかさ、そんなのがあるとさ、不完全なところが、それ以外のところが不完全になるからさ、ね、そこでこう差別だったりとかさ、起こっていくんじゃないかと思うわけよ。だからそれぞれがみんな不完全な存在であると、そういう人たちが集まってきて、一つの社会を作っていく、それ社会的な生き物であるというふうな、そういう考え方をしていくとさ、俺面白いと思うんだよね。だから 昔っていうかさ、それがいつの時代かわからんけど、縄文なのか何なのかそれはわからんけどもさ、要は結局ね、獣から自分たちの、村というかそれを守るために見張りがいると、ね、そういう見張りはただこう焚き火の番っていうかね、火を燃やしていれば来ないからって言って、ずっと火だけを見ていれば、そういうのに障害者が働いてた形跡があるらしいんだよね、なんかね、でだから狩りに行ける人は狩りに行くみたいな、そうだよね、残れる人は残った何かをやるみたいなさ、なんかそういう分担っておのずとできてたね、できることを見つけてさ、そうなんだ、そういう社会だったはずなんだよね、本当は、ね、そうそう、だからさ、自閉症の子でさ、すごいこう聴覚がいいと、よく聞こえると、っていうのはさ、すごいそういう社会にとって役に立つわけじゃん、ね、遠くでさ、お、なんか来るぞとかさ、襲ってくるぞとか、なんかいろんなことをこう危機管理としてさ、すごいもうレーダーみたいなもんだから、だから象だってね、リーダーがそういうわけでしょ、危険を察知してた群れをこっちに行くとかなんとかってしてるわけだからさ、水がどこにあるかも分かるってわけだから、水の匂いを、そうなの、だからそういうさ、特性を生かし、それぞれ違う特性があるわけだから、だからそういうこう今の社会の中だとさ、もう周りがうるさいから、そんな、そういう能力ってすごくこう苦痛になるかもしれないんだけど ね、 そうだね、テレビでやってたよね、うるさくて眩しいと、お部屋、そうなんだよね、店に入るとまず光が眩しい、音がうるさいで、物の何分もいられないみたいな、そうなんだよね、それだとそういう時あるもん、それはそうでしょ、あとなんかすごい冷房が効きすぎててさ、もう買い物もなんか途中でさ、もうあと出てきちゃうとかさ、そうそうそう、あれおかしいよね、そうなんだよね、だからね、本当そういういわゆる我々のね、いわゆる標準的といわれる人間たち、今ね、そういう人たちが、要するにね、自分たちに都合いい社会を作ってきた、そして自分たちの都合いい社会に合わない連中を駆逐してきた、あるいは駆逐というか、あるいはこちらにこうなんていうの、合わせるようにさせてきたとかさ、そういう社会にが社会が出来上がってるわけ、だからある意味では、偏った社会になってしまってるわけ、すごいこうなんていうの、こうダイナミックさがないのよ、分かる、右へ習いってことですね、そう、なんとなく、なんとなく、分かり合えるようなものが集まってさ、で我々は完璧みたいな感じでさ、生きてるわけよ、で外れてる人間がいたら、いやこいつらかわいそうだから、我々の仲間に入れるように、ちょっとこういうことやらせてあげようとか教えてあげようとか、いうふうなさ、そういう形になってるように思うわけよね、あのさ、その辺がさ、動物なんかは多分そういう、多様性を持った生き方してるんだろうしね、動物の場合はもう明らかにさ、弱ってきたらもう死んじゃうんだよ、そうもうその命のなんとかで、人間は、これがいいかどうかは分かんないけど もう管にこうつながれながらさ、それがお金になるからさ、いくらでも栄養を与え、空気を与え、なんとかっつってなるわけじゃない、そうなんだよね、だから自然の摂理をさ、どこまで、それはだから文明 の、あの勝利と見るかさ、自然の摂理を壊してると見るかさ、そこがやっぱり一番今難しいとこだと思う、臓器移植とかも全部そう含めてさ、どこまで人間は生きるべきかとか、だから何がさ、いや完璧かとか正しいかとか、そういうふうなこう考え方がさ、あるから、それがおかしいわけでさ、例えば、男と女、ずっと男尊女卑ってのは続いてるわけじゃん、それは男はこう生産性がある食い物を取ってくる、
ね、女は、家で子供育てたりとかいうことで、うんまあ、生産性がないとかさ、うん、そういうところでさ、うん、差別されるわけよ、うんうん、な男の方が偉いって、うん、発言力がどんどんね、うん、増してくるわけじゃん、うん、で一応最強の女性って人もいるけどねなあスポーツの世界だってあんなの入ってくるのは初めてだから、あの最近の話だからな。そうだね。なあサッカーだってそうだけどさ、うんね、女性がだってさ、うん、参加すらできなかった時代があるわけだからね。いやだから結局ね、うん、それもでも男女差別なんだよ。だからっていうのは男中心の社会に女が進出する、うん、政治でもそうじゃん、うん、な、うん、要するに男に負けないようにやるっていう、うん、女は女らしく生きて、それでそれでピカピカ光ってるような社会じゃないわけだから、うん、そうだね。だからオーラがみんないびつになってくるんで、右側の男性エネルギーばっかりみんなで、そうなってくるでしょ、うんうん、左側をあまり使わないっていう。そう、会社行ったってさ、うん、なんかお茶組みは本当になんかなんていうの、非常にレベルの低い仕事をされるけれどさ、うん、でも例えばパッとお茶が出てきて、心を込めたお茶が出てきた時のそのなんていうの、安らぎとかさ、そうよく言うじゃん、うん、誰だっけ、豊臣秀吉だったっけ、うん、最初にぬるぬるよちゃん来たか、うん、だんだん熱くなるとかさ、うんうんうん、なんかそういうこう気遣いとかさ、うんうん、そういうふうな細やかなことがこうできるできない大きな、あの、あれなわけよ、うん、役割なわけよ、うん、でもなかなかね、そう、まあ、そのだけどな、うん、あんなお茶組み仕事なんか、うん、私やってられないなんつってさ、うんうんうん、ね、私はなんか営業一線で働きたいとかさ、うん、そういうふうになるわけでしょ、うんうんうん、ね、もちろんそれもできる人はいるだろうけれど、うんね、でもそのやっぱりこう仕事にさ、うん、優劣をつけてさ、うんね、あれはダメだ、できないからやらせっていうことじゃなくてさ、なんかこうただいるだけでもさホッとする人間もいるわけだから、うん、そうだね、うん、和ませるね、そう、うんうん、大事なことだよね、大事なことだよ、うんうんうん、だからその辺の価値観がさ、うん、やっぱしね、うん、こうなんかおかしくなってるよな、うんうん、だから社会がこんなギスギスするし、うん、ね、なんか戦争になってしまうわけだからさ、うん、なんか毎日のようにミサイルがどうのこうのとかさ、うん、なんだかの不安がどうのこうのとかさ、そんなんばっかりでさ、うん、でさ、そうでなんか、なんあの要するに政治家ってのはいわゆるリーダーだからな、うん、そういう連中がさなんか嘘ついたりさ、なんか言い訳したりごまかしたりさ、そうだ、ね、おいおいおいってさ、だっておかしいじゃない、リーダーになる人間、誰が見てもほぼ黒と思ってることをね、うん、絶対しろって言うってこれ危険だよね。だから結局そういう要するにいわゆる大多数を占めてる人間というのは、うん、ね、うん、この人間社会の中で、うん、ああいう人たちに象徴されるような特性を持ってると。まあ、選んだんだからね、うん、選んだっていうか選んでしまってるわけじゃん、選んでる、みんなそう思ってるんだよ、その人種、だそういう面もあるわけよ、私たちの中にどこかに、そう、 そう、 そう、うん、そういう面もある、でもそうじゃないよねって思ってるわけじゃん、うん、そう、うん、だってそう、我々という人種の特性でもあるわけよ、うん、な、うん、うん、そうでしょ、特性なわけよ、だからそれを知らない、それは長所でもない短所でも あるかもあるだろうと思うけど、どっちに出るかだからね、特性があるわけで、うん、な、うん、でもその例えば自閉症っていうこう一つの枠に作られるような人たちは、うん、ね、うん、そういうことはしないわけ、うん、かもしれないね、わからない、うん、うん、そう、なんかその例えば自閉症の人たちだけを集めた社会がもしできた時に、うん、やっぱりそこでもこうができるのかもしれない、それはわかんないし、うん、だけどね、それは見習ってる、彼らも要するに大多数を見習って見てるからさ、うん、あ、こういうもんなんだって、こういうふうにしなくちゃいけないんだみたいな、ね、そうそうそう、そういうことすることって社会でスムーズに生きていけるというのがあるじゃん、うんうん、だそういうことを学習した人たちがスムーズに生きていけるわけだから、そうだね、そうでしょ、そうだ、ね、うん、だから真似するよね絶対、うん、うん、なんかどっかにそういうものだって刷り込みがあるってことでしょ、序列を作っちゃうよ、絶対作る、うん、それ見てればね、うん、そういうものを最初からなければ、うん、それでいいんだよね、そう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 、うん、そう、ね、そうだと俺は思うわけよ、うん、な、だからさ、まあ、今はこういう社会だから、うん、我々が中心の社会だから我々中心で生きざるを得ないんだけど、うん、その中にもっと謙虚さを持ってさ、うんね、我々が完璧ではないと、うんね、なんでそれぞれに特性があるというふうな形でさ、うん、見ていかないとさ、うんうん、なんかもう本当にこう一面的な薄っぺらな社会になってしまうよ、うんうん、でそうすると結局みんな、騙されるっていうかさ、なんかそっちにある方向に引っ張っていかれるわけで、うん、ある種力の強い人が出てくると、うん、行き詰まる気配があるよね、うん、そうそうそう、うん、何でもそうですよね、いろんなことでもさ、本当に何か怖いと思わせながら、うんうん、恐怖を与えながら、うん、何かある人の意図の通りに動かそうという力がどっかで働いてるからね、そうだね、
ね。ああ、まあ親関係なんかもそうだよ。子供を脅して親の言うことを聞かそうっていうのはこれはもうほとんど俺はやってるよ。まあね、俺だってやってるし、育てられてるからね、それね、うん、そう、でもそれ、うん、その親だとそう育てられてる、そう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 、まあこれからが正念場だよ、どうなるか、そうだよね、うん、だからまあね、ちょっとなんか違う視点から、うん、ね、角度から生きていくっていうことは大事なことでもあると思うんだよね、そうだね、うん、うん、そうかもしれない、はい、うん、どうもありがとうございました、ありがとうございました。